マーティン・ブランドルは、セルジオ・ペレスが苦戦する中、レッドブルは、まだ、アレックス・ワルボンを F1 ドライバープールに加えて欲しかったに違いないと示唆した。ペレスは、今年のパフォーマンスが圧倒的でなかったため、2024年シーズンの契約を結んでいるにもかかわらず、レッドブル F1 のシートを維持しなければならないというプレッシャーが増大していることに気づいた。このメキシコ人選手は、レッドブルのチームメイト、マックス・フェルスタッペンがすでに獲得したチャンピオンシップで2位につけているが、 圧倒的な三冠王者の驚異的なパフォーマンスに匹敵するのに苦戦している。ペレスは今シーズングランプリで2勝しただけだが、フェルスタッペンは18戦中15勝を記録し、チームメイトよりも226ポイント多く獲得している。フェルスタッペンの注目すべき2023年シーズンは彼のポイント獲得だけで、レッドブルがコンストラクターズランキングのトップを維持できるという事実によって強調されている。 メキシコ式シ GP のオープニングプラクティスで、フェルスタッペンに最速タイムを奪われたが、レッドブル勢を分断したアルボンの印象的な調子について、ブランドルは次のようにコメントした。彼は、そこ、ウィリアムズに落ち着いていて、快適に感じている。これは無知と雨で、肩に腕を回して安心感を与え、注意深く話を聞いてもらい、チーム内で自分が評価されていると感じることを必要とするドライバーもいる。レッドブルは、 まだ彼にアクセスできればよかったのにと思う。アルボンは、チームが、テレスとの契約に動いたため、困難な2020年シーズンの終わりに、レッドブルから外されたが、2022年に F1 グリッドに復帰して以来、ウィリアムズで活躍している。ブランドルは、以前、シーズン最終戦が、テレスのレッドブルの将来にとって、極めて重要になると警告していた。レッドブルは、2024年に、彼が調子を崩していたら乗せられないし、セルジオも、 正直なところ、もしそうなら乗りたいとは思わないだろうと彼は言う。今後の数レースは、彼にとって、そして、レッドブルにとって、彼が道に迷ったわけではなく、これができると満足するために重要だ。セルジオ・ペレスとレッドブルも、全く同じことを望んでいる。彼らは、彼に、自分のフォームを再発見してほしいと望んでいる。そして、もし、彼がマックスに勝てないとしても、少なくとも、2位をいくつか上げて、 世界選手権で2位を獲得してほしい。コメントマーティン・ブランドルはセルジオ・ペレスが苦戦する中、レッドブルはまだアレックス・アルボンを F1 ドライバープールに加えてほしかったに違いないと示唆したという記事正直言ってアルボンの力量を見誤ったということでしょうペレスの力量がアルボンに勝ると判断したんでしょうから仕方ないですね今が悪いように言われていますが2021年度4位2022年度3位ですから 今の2位は最高の順位なんですが。